腰を巻いてる分、これ上に伸ばれるよね。うん、これなんか腕十字のとこぐらいまで腰伸ばっちゃったよね。ありがとう。出して横向く。あの向く力が足りなければ足とかすくっちゃえば、でこうちゃんと抱えとこう。でこう深く抱えない。もう抜けそうだね。手首を脇で押さえる。抜けないから。だから決まるんだよ。めっちゃ決まるよ。これ深くすくってると足もかからんし起きられるし現実決まんないから。だからここでずらす。もうギリギリ止める。もう関節全部ギリギリ止めてるから決まるのね。抜いていいよ。なんかギリギリ抜けないよ。まあ、そこが決まるんで決まる。本当にギリギリ。まだ抜けないな。めっちゃ決まるよ。なかなか抜けないから大丈夫。痛い。もし腰を巻かれたら、これも遠慮なくぐいぐい上がろう。もう上に上がったから、もう腕、あと横向けば腕十字になるっていうことやな。で、お尻右にずらして、ここ隙間作って、この足、しまえるというか、こう万字にできますね。で、上げていく。もうこれで切れるね。で、やることはこう脇を手首に当てていくことだけ。抜いていいぞ。今ギリギリ抜けないな。ギリギリ抜けないよな。これで決まるよ。もうこのむしろ抜かしてあげるぐらいのつもりで抜けたら多分ね抜けないんですよ。抜けるって相当肘さえと引っ止めて抜いていいよ。腹出したらなんかなかなか抜けないよね。抜いてったら決まるんで、むしろ、信頼して抜かせていいよ。抜きな、決まるから。でもその時腰引いてるとこれ抜けるよね。肘が抜ける場合は引きます。だからどんどん腰出すの肩と手首、自分の脇でもそこより腰が前に出てれば抜いていいの。もう抜けないし勝手に決まるから、抜こうとすれば決まるんで、むしろこれをやってくれた方がいいんじゃないかな。その脇で